皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのお金です。今回は、巻き込みサーブのジャイロサーブを出してみたいと思います。まあ、この巻き込みのジャイロサーブっていうことなんですけど、今回はちょっとペンホルダーで出すっていうのをやってみたいと思うんで、ペンの巻き込みのジャイロサーブですね。そもそもペンホルダーで巻き込みサーブがそんなに回転かからないって思ってる方が結構多いんですよね。そもそもあんまりかからへんもんやってみんなが思ってるんで、それで結構巻き込みサーブしっかりかかるとか、巻き込みのジャイロサーブが出せるってなると、結構あえてポンってレシーブした時にポテッて落としたり、わ結構かかってるってなって、結構皆さん困る方多いんで、ペンホルダーの方は非常におすすめになってるんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは実際に、出し方の方を説明していく前に、ラケットの握り方の方を説明していくんですけど、ラケットの握り方は親指をちょっと深く入れるっていう形で握ってもらいます。こういう感じですね。で、人差し指をちょっと抜く、ちょっと外してもらうような、全部外すわけではないんですけど、軽く外してもらう、いつも深く握ってるっていう方は特に、結構外してもらうっていうようなイメージで、この親指でしっかりと持ってもらうっていうイメージで出してもらうのが非常に巻き込みサーブ出しやすいと思います。こういう親指でしっかりグッと握ることで、ラケットのヘッドがいつもより上がるんですよね。こういう形で上がると思います。人差し指と親指に両方力入っているとあんまりラケットの目上がらないんですけど、人差し指抜いてもらうと、抜いてもらって親指にしっかり力入れるとラケットの面結構上がります。なので、こうするとこう結構巻き込みの面がすごい出しやすくなるんで、こちらの方、握り方の方しっかりとこの握り方にしてもらうっていうのがまずポイントになっています。はい、それでは2つ目のポイントなんですけど、2つ目のポイントはボールの底の方をしっかりとえぐってもらうような形で出してもらうっていうのがまず1つポイントになっています。こうすることでボールがこう飛ばなくなるんですよね。ボールが飛ばなくなって、こうより回転を強くかけれるっていうことになるんで、ボールの底をしっかり取る、ボールを上から叩きつけるっていうよりは底の方、もしくは平行でガンと切ってもらうっていうのが非常に有効的になってるんで、こちらの方しっかりとイメージして出してもらうのが2つ目のポイントになっています。3つ目のポイントは、自分の体にラケットの面をこうグッとこう自分の体の方に巻きつけるような形で底を取りながら切る、こういう形ですね。こういう、ちょっと見にくいかもしれないですけど、こういう形で出してもらうとすごい回転かかります。自分の体の方に巻きつけるように出す、こうすると飛ばないんですよね。こういう風に、こういう風にかけるとボール結構飛ばないんで、すごい回転かけやすいんですよ。この面作ってすくい上げるようにこう巻きつけてもらうと本当に飛ばないんで、もっと思いっきりかけれる。ぜひこのポイント守ってこの巻き込みのジャイロサーブ出してみてください。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。